じゃこんにちは、豊さん、はい、何か育ててますか、今。今ね、花に一生懸命水をあげたりとか。あ、いいですね。観葉植物ね。いいですね。で、水が足りなかったら真っ白なんで、ね、うん、水が足りてるとブルーね。うん、まあ、それはこう、まめにこうチェックしながら。いいですね。でもこうね、水勝手に育つもんだな。そうですね、愛情を育てて水をあげるとね、綺麗、ね、はい、に育ちますけれども、はい、豊さん、花じゃなくて、はい、選手でちょっと育ててみたいなとか、まあ、それあのキャンプとか関係なくシーズンを通してでもいいんですけど、はいはい、こういう風にしたらもっと伸びていくだろうな、自分が指導したらっていう選手を今日は何名か挙げていただきたいです。その選手の指導法も聞きたいです。今何がダメでこうしたらいいのになっていう。今ね、振る力ってね、うん、結構みんな持ってんだよね、はい、形もある程度持ってんだよ、うん、これはもう YouTube とか、うん、まあそういうところで別に間違ってることを言ってるわけじゃないし、ああなるほどなっていうところも俺もたまに見て納得するところがあるんだけども、まあそういうことも選手は今ね見てると思うんだけどね。だけどその考え方、打席でのこの考え方によって全然変わってくると思うんだよ。だからそういうところも伝えたいよな。おお。だから技術的なことも大切なことなんだけども、一つの形を作り上げるっていうのは、だけどやっぱこう打席でのどう対処をするか、うん、ね、例えばここに絶対来ますっていうふうに分かってれば、うん、プロのレベルだったら大体芯では捉えるんだよ、うん、ただそれがポップフライになったりだとか、うん、ゴロになったりだとか、うん、ライナーが正面に行ったりだとか、うん、これは打てる打てない、結果に出るか出ないかは別だけども、はい、まず芯に当てるっていうことが大切でしょ、うん、それはね考え方によって全然変わってくるんだよ、はい、だからやっぱり考え方も伝えたいしな。うん、特にじゃあその考え方を打席で伝えたらもっと伸びるだろうなっていう選手って、萩尾、巨人の、はい、この子はねやっぱ賢い。それはどういう面からそういうふうに感じ取れる。いや、それはね話をしてみて、萩尾選手、うん、去年キャンプで話をしたけども、はい、あ、この子はやっぱ賢いなと思った。で、自分のことがしっかり見えてる、うん、でもその先に行くにはどうしていいかっていうのがわからない、うん、多分、うん、そこで壁にぶち当たってたんだよ、はい、振る力だとかそういうものはね持ってる、うん、だけどこの考え方ですごく楽になるか楽にならないかっていうのはあるんだよね、うんうん、だからああいう選手と話をしたりだとか、たまにその技術論だとか、うん、そういうのは話をしてみたい。その萩尾選手がその打席に立った時の、例えばその状況による打ち方を変えるとか、状況による配球の読み方だとかさ、うん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 、こういうのが分かれば楽だと思うんだよ。それって例えばどういうふうに指導として教えるんですか。簡単に言えばさ、初球キャッチャーってやっぱ考えて入り球って決めるよね、はい、この入り球によって何を意図してるかっていうことが分かるんだよ。単純に言えばランナー一塁でゲッツー取りたいときに、うん、インサイドから例えば入ってきたときに、うん、あ、これは外のカーブで最終的には打ち取るのかなとか、その時の雰囲気があるよ。こいつは初球から何でも来るから、まず最初にインサイド行っといて、これ打って詰まればゲッツー取れるとか、うん、そしたら来る、うん、でもこれを見逃したら外で誘っといて最後には打ちに来るぞとか、それは経験がなせる技なんだけどもさ、それをこう経験に立って話していってあげると楽になるのかなっていう。そうすると今のポテンシャルで持ってるものプラスアルファそこがついてくれば、うん、もうレギュラーもちろん取れますし、で彼はやっぱ賢いからその理解力はあると思うんだよね、うん、だから一つの打ち方をポイントを教えておくと楽になる。例えばインサイド速いボールここで打つ、ここだけを習得させたらここに不安はなくなるわけじゃない、うん、でも最終的にここに来るって言ったところを狙っとけば追い込まれても、ね、はい、打てるわけじゃない、はい、いやだからまあそういう考え方を教えてあげると選手は楽になる、はあ、それって浅野選手ではなく萩尾選手に豊さんは教えたいっていうふうに思うっていうことですよね、まあ、同じ、まあ、浅野は話したことないんだよ。あ、そうかそうかそうか、はあ、なるほどね。挨拶は交わしたことあるけど、はい、まあ、だけど萩尾とこうちょっと話した時に、あ、この子は賢いなと思った。へえ。あ、んで理解力もあるだろうなと思った、うん、だから伝わりやすいっていうふうに思ったから、うんうん、まあ、そういうことを伝えていくと面白い選手になるだろうなって思う、うん、他にはどうですか。林、DeNA の、うん、はい、これはやっぱりもう将来的には必ず一番打つと思うんだよ、うん、
で1番の待ち方だとか、うん、やっぱあるわけよ、うん、2番だったら2番とか豊さんに 1,2,3 番打ってたじゃないですか、はいはい、まあ、その時によって全然もちろん打ち方もかな全然違う。1番の打ち方ってどういうことなんですか、うん、いや1番の打ち方はやっぱ出塁率を考えなきゃいけないし、うん、いきなり1番バッターってインサイドから入ってくるピッチャーってまずいないんだよ。へえ。大体外から様子見で入ってくるよ。あ、そうなの。プレーボールの1球目なんか特に。あ、そうなの。それか変化球、うん、ということは初球打ちたかったらポイントを近くとかね、うん、で反対方向とか、うん、仕上げはやっぱこう力がないし、うん、インサイドドーンと来るかもわかんないけど、うん、やっぱピッチャーも立ち上がれて不安でしょ、はい、そしたら一番の待ち方ってやっぱ外なんだよ、うん、とかあとは走塁とか、はい、守備とか、うん、総合的にやらなきゃいけない選手の一人だから、うん、だから林なんかは触ると面白いかなっては思うよね。だからいわゆる将来的な一番バッターの心得みたいなところを、まあ、心得とあとはやっぱ打ち方はねちょっとね開きがやっぱ早いんだよ、うん、右投げ左打ちの特有というかさ、はい、そこをやっぱ開かないように直してあげたいなっていうふうには思う。そうするとやっぱり成長ってどんどんしていきますよね。あのねやっぱね物事って考え方って全く違うんだよ、うん、でそれを表現できるだけの培ったものがプロになる選手っていうのはあるから、うん、こうやって培ったものが、うん、だからこの培ったものをどう生かしてくるかっていうのはあとは考え方なんだよ、はい、だから考え方一つによってやっぱ全然変わるということだよ、うん、面白い。それ誰かコーチで教えよう。いや教えてると思うよ。例えば、はい、俺と喋ってんのとさ、うん、森藤がスタッフと喋るのとでは、うん、同じこと喋っても違うでしょ、うん、まあそうですよ、ね、で伝わり方も違うでしょ、はい、もちろんあの話し方とか肩とか間合いとか、うん、間合いとか全然違うでしょ、うん、ね、スタッフって結構投げやりで喋ってくるからさ、そう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 端的に分かりやすく言ってくれる方と遠回り で結局何が言いたかったのかなっていうのもありますね。同じこと言っててもそれにはやっぱりシーズン通してやっぱ打席を追いながら、うん、この時どうやって考えてたとか、うん、いやいやそうじゃないでしょうとか、うん、あそれ正解だったな、じゃあ打ち損じたなって、うん、で打ち損じたっていうことは技術的に何の問題があったかっていうことを追求していってあげるとさ、うん、野球がどん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 楽しくなると思う。じゃあその指導で例えば林選手を例えば出塁率だったりとかあとはヒット安打数だったりってどのぐらい上がっていくことができる自信って豊さん確かにあの、まあ、数字具体的な数字、うん、まあ、足のある選手だしね、うん、3割打って出塁率は3割7分以上、うん、最低3割7分ぐらいには引き上げたいなと思うよね、彼のセンスだったら、うん。萩尾選手だとどうですか、その出塁率というよりも例えばバッティングとかの数字になってくると思うんですけど。いやだから、まあ、率は2割8分でもいいから、うん、20本ぐらい打てるぐらいの素質はあるような気はするよ俺も、あホームランも20本打てる素質っていうのは、まあ、6大学の三冠王だぞ、なめんなよお前確かにそうなんですけど、そうなんですよね。ただねなかなかその外野手でレギュラーっていうところがね、うん、いやだから考え方によって全然楽になるって。そうか、本当一つで変わるんですね。いや変わらないか物事って、うん、まあ変わります。変わるでしょ瞬間的に。いや変わると思うよ。へえ。だってさ女性って占いってすごく好きだよね、うん、で占ってもらって話を聞いてくれて、うん、解決を見つけてくれるとすごく楽になるでしょ、うん、はい、なんか帰る時にはすっきりしてからよし頑張ろうみたいな思わない、思います、まあ、それと一緒だよ。そうか、ちょっとしたことで、ちょっとしたことだよ、うん、他にいます？あと選手他に、まあ田中、中日の田中美希也選手、うん、で会ったことはないし、はい、プレーしか見たことないんだけど、うん、あの子の持ってる感性っていうのはすごいと思うんだよね、うん、いいもの持ってるし、うん、だからちょっと喋ってみたいし、はい、接触してみたいよね、うん、接触、そうですね、うん、まず接触しないと分かんないから、まあ、でもプレーを見る限りではいい感性を持ってる。それは田中美希也選手もちろんその守備の面で何かこう豊さんがアドバイス。いや守備はねそんなに教えるところはない。どこ？やっぱバッティングだよ。だ何番を打ちたくてどういう思考でいこうかっていう、うんうん、だからそこら辺をやっぱしっかり作り上げたいよねあの子は。だってあの子にホームランを望むコーチなんかいないでしょ、うん、そしたらチームにとってどう必要であるかっていうのが大切じゃない、うん、だからそこをやっぱ徹底して教えるよね。で彼はね多分分かってると思うんだよ、うん、
だから話をしてるみたいな。そうするとやっぱり中日のセカンドのポジションっていうのも、うん、もちろん勝ち取れる。もちろん、うん、楽に取れる。豊さん的に何番打つ選手なんですか？2番か。2番か。2番かもしくは1番。あ、やっぱり 1、2番なんですね、うん、足も速いしね、はい、昨シーズン怪我で全く本当出られなかったので、うん、今シーズンがね、豊さん的にも試合で見られるかなっていうところになってくると思うし、キャンプも中日は行くよ、行かれるんですよ、ね、でも2軍なんだよね、スワブ。そうか、そうだそうだ、うん、でももう1軍やめて2軍に行こうかなじゃあ怒られるけどね、あの威圧コーチ、いや威圧、あ、片岡さん、片岡さんも今回にもう1軍ですもんね。そう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 、なのでいや、でも片岡もすごく勉強してて、うん、いろいろなんかこう喋ったけど、はい、考えてることはあるな。そうです。でもそれが選手に本当に伝わると、俺は間違った方向には絶対行かないと思う、うんうん、いい方向に行くしかない。そうですね、だからまあ期待はするけどね、うん、はい、今3名挙げましたけれども、はい、他にいます？カープの田村、うん、ああ言ってましたね、豊さん。この選手はね、うん、逸材だと思うよ。逸材なんだ、うん、だってテレビで T やってたんだよ、うん、ワンスイングで、わ、この子はすごいと思ったの。それはどういうスイング？やっぱね、その間というか雰囲気もそうだし、うん、この子はいい選手になると思うよ。だから伝えたいよね、いろんなことは。いろんなこと、なんかあります？具体的にこういうことを教えてみたいな、こういうの触ってみたいなとか。いや、やっぱりまずはどういう風なバッターになりたいかっていうことだよね、うん、ホームランバッターって言ったら頭カチンってやるからねでもまあ中距離ぐらいは完全になれるバッターだよ。豊さん的には今いるでも現役でも辞められた方でもいいですけど、どのタイプに属してる選手？いや、なんか素質とか見るとやっぱ前田智則さんに近い感じがするね。だって前田のやっぱワンスイング見た時、あ、これはちょっと違うなと思ったもん。高校から来てこんなんできるかみたいな、うん、前田もそうだったけども、うん、それを田村に感じるな。じゃあ本当に対戦すればカープをもちろん引っ張っていくような選手で、もちろんだ、もちろんだ、ことですよね。将来的にはいい3番になると思う。例えば田村選手、末金選手でクリーンアップとか。末金はいないかも分かんない。押しのけて。いやいや、そんなことないけど。びっくりした、あれと思って一瞬。いやだけど小園は何番打たすんだみたいな。あ、それぐらいになってくる選手。小園が今3番候補だけど、うん、3番に育ってきたら、うん、田村の方が座る感じがする。そのぐらい逸材なんですね、うん、いい、うん、まだ接触したことはないんですか？ない。テレビでの接触しかない。いや、接触っていうかそれはみんなありますよねみんな。でもそれだけで分かる選手ってなかなかいないから。カープの行きますか、キャンプって？行かない。いや、行かないというより行けないんだよ、日程的に。日程的に、あ、そうか、もう詰まっちゃってる。詰まっちゃってるのか。そうか。あとは他には、小畑。阪神ですか？これはいい選手だよ。いや、もうそうですよね、もちろんそうなんですけど、ちょっと今までの選手のタイプとはまた年数も違ってくると思うんですけど、うん、でもこの選手は伸びたらすごい選手になる。え、今ね、ショートって木浪選手が昨シーズンポジションを取りましたけど、豊さん的にはあったらどんなことを伝えたいというか。やっぱバッティングの形もね、うん、まだまだ完成とは言えない、うん、バッティングの形、まず形を作ってあげたいよね。あと守備でもちょっとね、うん、ボールに合わすとこがあるんだよ、うん、合わすんだけど、はい、逆に言えばボールが合ってくる選手になってほしいよね。あ、分かる。自分から合わせに行くんじゃなくて、うん、ボールが自分に合わせてくる、合わせてくるぐらいの選手になってほしいなと思う。まあ、もちろんね、守備でも最初は木浪選手よりも第一候補と言われて、うん、いた中で座を奪われて、うん、巻き返す気持ちっていうのは非常に大きいと思うんですよ。いや、大きいと思う。ってなるとやっぱり守備プラスさらにバッティングっていう風にもなってきますね。もちろんもちろん、やっぱ木浪は両方できるし、うん、両方できないと木浪は抜けないよ。ですよ、うん、でも仮にですよ、そこ木浪に刺激を入れるために。あ、まあそうかそうかそうかでも木浪選手にとって変わるとなると8番なんですか、やっぱり岡田選手も。岡田監督の構想とすれば、うん、まず8番から使うだろう。そこは2人併用でどう言ってもいいように8番で小畑選手をっていうことですか。でも小畑選手聞いてたら嬉しいと思いますよ。あ、そうかな。いや、そうですよ。いや、まあ、彼は非凡なものがあるよ。うん、他には。他、竹岡なんか面白いんだけどね、ヤクルトの。あ、竹岡もいい選手になると思うんだけどさ、いまいちいけないっていうのはどういうことなんですか。まあ、慣れもあるんだろうけどもな、うん、
だからまあ昨年はチームの成績に引きずられたっていうこともあるよね、はい、ちょっとチーム自体が沈滞ムードにあったから、うん、なかなかこう発揮できなかったっていうところはあるけども、はい、彼の持ってるものっていうのはやっぱりいいものあるよな、うん、だからそれをやっぱ埋もらせないようにしてあげたいよね。ですよね、うん、それってやっぱり竹岡選手はやっぱり試合に出ることの回数を、まあまあそうだね、慣れが必要だし経験が必要だよね、うんで経験で掴んでいくものっていうのはたくさんあると思うよ彼は。うん、でもより実践っていうふうなことが求められてくるってことなんですか、ね、そうだな、まあ、ただその考え方とかさ青木とか、うんね、いい先輩がいて多分聞いたりとかもしてると思うんだよね、うん、だからまあそれが表現できないっていうのはさまだまだ野球に没頭してるところが少ないのかなっていう、うん、なんとしてもっていうものが出てこないのかな。その今だとやっぱり山田哲人選手が例えば離脱した時のっていうことなんですよ。そこを実力で奪い取っていかないといけないっていう、うん、まあそのぐらいのものはあるし、ただ山田哲人を抜くっていうのはそれは大変なことだけどもね。そうですよね。ああ、ただそこを抜かせるだけの豊かさん教える移動してもらってな移動なんで足りて本願なんですか。まあまあでも、まあまあ鉄道が失いかけてる、うん、まあ走塁だとかね、そうですよね、まあ、そういうところをこう磨いていくとか、うん、まあ、そういうことはできるよね。ですよね。あとあの選手の名前がね、いやいやまだいるよ。あ、まだいる、まあ、ソフトバンクの渡辺、はい、キャッチャー、うん、これはすごいと思うよ俺バッティングは。それはもう甲斐選手を取って変わるようなキャッチャー。それはバッティングだったらもっとすぐでも取って変われるよっていうことは、もうあとはキャッチャーとしてのってことだから、もうコンバートっていうことが頭によぎるんだけども、でもキャッチャーとして育ててほしいような。いやこの人のバッティングっていうのはやっぱね見るべきものがある。飛ばす力だとか。それは田村選手を見た時のうわ逸材だなっていう見せられたのとはまた別の見せられたってことですよね。田村はねバランスなんだよ、武士なんだよね、はい、こっちは何かな、黒船。ちょっと待って、よくちょっと分かんなくなってきた。分かんない、黒船。武士と黒船。いや、なんかね、外国人みたいなんだよ。こっちは武士、うん、こっちはなんか外国人みたいな。へぇ、大砲持ってる。ボコーンみたいな感じですか。なんかね、うん、やっぱホームランを打った時のこととかまだ脳裏にあるけど、やっぱすごいものがあるんだよ。あのね、筒を見てる感じがする。筒子も特別な選手だったけど、そうですよね、うん、だけどそのパワーだとか、うん、まあ、教え方によって近づけるかなっていうふうには思うよね、まあ、いわゆる筒子選手のあの時の第2世じゃないですけど、そう、まあ、魅力ありますね。そう、このまま終わらせたらもったいないぞみたいな。そうですよね、うん、ただやっぱそこには甲斐選手がいるわけで、そこを今週、まあでもクリーンアップぐらいは打てる力あるから、うん、打てば、うん、ね、最初は言っといて甲斐が抑えて出てくる、逆にするってことは、まあ、だからそういう使い方もあるという。豊さん、渡辺選手に何を伝えたいですか。やっぱ考え方とかだな。彼は飛ばす力、振る力持ってるから、うん、だからやっぱ打席でどう考えるか、全部が全部ホームラン狙ったって打てるはずがないんだから、うん、そのボールを呼び込むには、うん、じゃあどういう風にしたらいいかっていうことを、あ、だから餌巻きとかさ、はい、ですればいいのになと思う。うん、何でもかんでもプリッと振るからプリッと振るから。そっか、うん、いますね豊さんが。いや、いるいる、まだまだいる、まだまだいる、まあ、最後にするけども、はい、今川ちょっと待って、笑うのは変ですけど。なんで笑うんだよ。そうですよね、なんで笑ったのかよく分かんないんですけど今川だよ。いや、そうですよ、ね、今川の弟を今から教えようかなと思うぐらい同じ素振りをする、そう、同じ顔してな。そうですよね、うん、今川選手って、うん、豊さん何を教えたいですか。何を変えれば。いやだから俺は向こうのラジオ番組でも言ってんのよ、うん、中継の時に、うん、あの長嶋茂雄さんがいるから、長嶋茂雄さんのタイミングの取り方をね、うん、勉強してみろって、うん、あのね、打席に入るタイミングだとか結構似てるところがあるんだよ長嶋さんに、うん、失礼ながら今川のことを称するとね、いやいや失礼ながら、はい、だからね、呼び込む力がないんだよ、ボールを。今はどういう感じ。呼び込むんじゃなくて、こっからも来たボールに対してバーンって打つだけだから、はい、なんだそれみたいないや違う、ぐわーっと呼び込む、こういう呼び込む力が必要なんだよ、うん、間がないんだよ、こう呼び込む間が、はい、間抜けって言うんだよ、うん、まあ確かにそうですよね、間抜けっていうのは。そう、間が抜けてるっていう。そう、だからじっくり長く大きくこうタイミングを取ること、まずは、はい、
そしたら振る力はね、彼はね相当のものがあるよ。確かに。だからもう歯茎まで出して笑ってる場合じゃないのよ。そうですね、本当に。確かにそうですね、本当に。あと焦りとかもあるんですかね、まあ、彼はやっぱ焦りはあるよ。やっぱ万波が育ち、うん、外国人を取り、うんね、夏号がレフトにいるって、はい、俺の出番はってあるよ、うん、だけど彼がハマった時には負けないぐらいのものを持ってるから。そうですね、パンチ力がありますよね、うん、だから呼び込めってボールを、うん、来たボールに対してパッていくからさ、うん、それは打てない、衝突だもん、うん、そうですね、ボールとだからまあ衝突した時にはさ、うん、本当に、うん、飛んでいくけど、はい、衝突しないよ、なかなか。うん、ピッチャー安全運転だから。そうです。いや本当に。こっち側だけがね。いやいや、こっちだけがもうね、事故車みたいなんでぶつかっていくからさ。そうですね。うん、だからその間を教えてやりたいよね。まあそれと、はい、いいかってフルスイングできない時のスイングも練習しとけって、うん、体勢が壊れた時のスイングも練習しとけって、うん、あれもうインスタフォローしてるけどさ、はい、気持ちよくバカみたいに振ってるからね。パッカンパッカン、はい、いやいや、それお前試合で何本そんな形で打てるんだよって、うん、違うだろうって、相手を崩しに来るんだから崩されても打てるだけのそういうところも練習しろって、うん、それ崩されても打てる、その体勢で打てるような練習っていうのはどういうふうに。だからね、簡単に言えば同じとこしか振ってないっていうことで、スイングでも。ああそういうことか、うん、だから77個ストライクゾーンに入るって言われてるんだよ、ボールが、うんね、その77個を全部振らないと。そうです、100球ずつぐらい体勢崩れてもってことですか。77個って言ったらいくつ振らなきゃいけない。770、1球を100個振るんですよね、うん、じゃあ7700。そうだろ、そうか、そうか、そのぐらい1日振らないと。そうか、もう間に合わないよ本当に。間に合わないか。いや本当に。でも間に合わすためには頭だよ、どうやったら練習したらいいか、いわゆる考え方ですよね。そう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 、練習の。もう今川がね、あの屈託のない笑顔で、うん、ね、もうチームリーダーにしたいぐらいなんだから。本当そうですよね、うん、ヒーローインタビューも見たいですよね。まあ弟も出てきてな。ちょっと、まあ、一緒の顔で分かんないからすり替わっても。いやいや、そうか。まあね、今挙げた選手たち、まあね、頑張ってほしいと思うよ。本当にいいセンスしてるし、ですよね、いいもの持ってるから、うん、まあ今言った人たちはできなかったとしたら、うん、絶対なんか横に滑ってんな、考え方が、はい、だからもう野球に没頭して、うん、本当に自分たちがプロ野球を背負っていくんだぐらいの自覚を持ってやってほしいな。そうですね、まあ、期待を込めて、そう、期待を込めてるから、いつかね、接触できる選手は接触したいですね。そうそう、まあ、今川選手ともうね、萩尾選手は話されたことあるので。今川飛んでくるもん。それも早いですね、素振りも早いけど、ニコニコして皆さんこんにちは、可愛いんだよ、本当に。一軍のマウンドでね、たくさん多くその笑顔を見られたらいいですね。マウンド？あ、いやいや、一軍のマウンドじゃない。グラウンドな。一軍のグラウンドで、ピッチャーになっちゃったよ、みたいな。もうこうなったら。ダメだったらピッチャーやるじゃん、もう。そうなっちゃいましたね。もうニコニコして投げるの。そうですね。